白ゴドウィンは、デンマーク系イングランド王クヌート一世及びその後継者らのもと、11世紀イングランド王国で最も大きな力を持った伯爵である。クヌートはゴドウィンを最初のエセックス伯に認じた。ゴドウィンは、イングランド王ハロルド二世及び、エディスの父である。ゴドウィンの父はおそらくウルフのスキルドであり、サセックス王国の家臣であった。 ウルフノスの出自については不明であるが、シルドはジュニアと同義であると思われる。1009年、ウルフノスはエゼルレッド2世の艦隊の集会で何らかの罪により、避難を受け、20隻の船と共に逃亡した。ウルフノスを追跡した船は嵐で難破した。ゴドウィンはおそらくエゼルレッド2世の長男エゼルスタン、アシリングの支持者であり、 エゼルスタンが1014年に死去した時ゴドウィンに所領を残した。サセックスのコンプトンにあった領地はかつてゴドウィンの父が領有していた。現在ではゴドウィンはウェセックスと関連があったと考えられているが、ゴドウィンはおそらくウェセックスではなくサセックスで育ち、サセックス出身であったとみられる。1016年にクヌート一世がイングランド王位に就いた後、 ゴドウィンの出世は早かった。1018年までにはゴドウィンはおそらく、ウェセックス東部の白となっており、1020年頃までには、全ウェセックスの白となっていたとみられる。1019年から1023年の間に、ゴドウィンは、クヌート一世のデンマーク遠征に従い、そこで名を派生、その後しばらくして、デーンの白ウルフの姉妹キータと結婚した。ウルフ自身は、 クヌートの姉妹エストリーズと結婚していた。クヌート一世は1035年に死去し、イングランド王位は、クヌートとエルギフ・オブ・ノー・サンプトンとの間の息子、ハロルド一世と、その異母帝で、エマ・オブ・ノーマンディーの息子、ハーディカヌートとの間で、争われた。ゴドウィンは、デンマーク王であったハーディカヌートを支持し、ハーディカヌートが、ノルウェーのデンマークへの侵略に悩まされていたため、ハロルドが、 イングランド摂政となることに同意していた。1036年、エマ・オブ・ノーマンディーとエゼルレッド2世の罰子、アルフレッド・アシリングがイングランドに侵攻しようとした。しかしアルフレッドはゴドウィンに捕らえられ、ハロルド一世に引き渡された。アルフレッドは盲目にされ、その後間もなく亡くなった。この行為にゴドウィンがどこまで関与していたかは不明であるが、 ゴドウィン自身の将来にお点を残したことは確実である。1037年、ハーディカヌートは未だデンマークにいて戦いに対処していたため、ゴドウィンの指示を受けてハロルドが王とされた。1040年にハロルド一世が死去し、ゴドウィンはハーディカヌートのイングランド王位継承を支持した。さらに1042年にハーディカヌートが死去すると、ゴドウィンは エゼルレッド2世の息子エドワードが王位につくのを指示した。エドワードはそれまでの30年近くをノルマンディで過ごしてきた。エドワードの即位により、イングランド王位はウェセックス王家に戻ったが、ウェセックス王家はエマオブノーマンディにより、デンマーク王家と血縁的に結びついていた。1065年のイングランド。ゴドウィン家の領地は南部イングランドの薄桃色の領域。 ゴドウィンは1045年に娘エディスをエドワード王と結婚させた。エドワード王は自身の権力基盤を築くため、ノルマンディから貴族や聖職者らを呼び寄せた。このため、ゴドウィンは台頭してきたノルマン人支配の流入に対立するようになった。ドーバー市民とノルマンディから来たブローニュハクースタシュ二世との間で武力衝突が起こった後、ゴドウィンは ドーバーの住民を処罰するよう命じられた。しかし今回はゴドウィンは拒否し、大陸からの勢力と戦うため、在地貴族らを支持することを選び、エドワード王に対し反乱を起こした。エドワードはこれを試練とみなし、ゴドウィンの主権を剥奪し追放するために、ノーサンブリア白シュンアドとレオフリックの支援を求めた。ゴドウィンと息子らは1051年9月にイングランドから逃亡した。 ゴードウィンとその妻ギータ、息子スウェイン、トスティオヨビギルスはフランドルに逃亡したとみられる。息子レオフウィーンとハロルドはダブリンに逃げ、そこでレンスター王、ダーマット・マクモローから隠れ家と支援を提供された。翌年、エドワード王から王位を奪うため、軍を率いてゴードウィンの一家は全員イングランドに戻った。これが宣令となり、1066年に、 ゴドウィンの息子とスティが同様にイングランドに侵攻した。ゴドウィンが白梁に帰還した翌年の4月15日、ゴドウィンはウィンチェスターにおいて開催された宮廷版3階で倒れ、数日後突然死去した。12世紀の著述家、リーボール修道院長エールレッドによると、ゴドウィンはその時、アルフレッド・アスリングの死の原因について、 私がこの手に持っているパンの皮が私の喉を通っても無傷でいることで、私があなたに罪を犯していないこと、そしてあなたの弟君の死に対し無実であることを示しますように、と言って責任がないことを主張していた。そして、ゴードウィンはパンの皮を飲み込んだが、それが喉に使えてゴードウィンは死んだという。しかしこれは、ノルマン側のプロパガンダであったようで、 同時代の記録ではゴドウィンは突然病に襲われ、おそらく心臓発作と見られるが、それで亡くなったと見られる。アビンドン版、アングロサクソン年代記の1053年の記述には、復活祭の翌日の月曜日、ゴドウィンは王と食事をとっていたとき、ゴドウィンは突然言葉を失って、足の世代に倒れ込み、脱力した。そして、ゴドウィンは王の脂質に運ばれ、 人々はゴドウィンが亡くなりそうだと思った。しかし、そうではなかった。それどころか、ゴドウィンは話せず力も回復せぬまま木曜まで生き続け、そして、この世から去った。と書かれている。息子ハロルドがウェセックス白衣を継承し、イングランドの南側およそ3分の1を支配した。ノーサンブリア白シューアドの死及びマーシア白エルフ側の死の後、ゴドウィンの息子たちは、 ほぼ全イングランドを手に入れた。イングランドの北側およそ3分の1にあたるノーサンブリア伯領はトスティを支持した。ハロルドとトスティとの同盟が1063年に敗れた。あと、イングランドの中央3分の1にあたるマーシア伯領は脇に追いやられた。1066年、ハロルドはエドワード王の後を継いでイングランド王となった。この時、イングランドに残っていた。 ハロルドの弟らは、名目上は、ハロルドの忠実な進化であった。ウェセックスは、ハロルド王自身が保持し、ハロルドは、マーシアハクエドウィン及び、ノーサンブリアハクモルカーの姉妹エリスと結婚した。こうして、ゴードウィン家は、新たな王朝となるように見えたが、ハロルド王は、ノルマンコンクエストにおいて敗位され殺害された。 ケントのディール海岸近くのグッドウィン・サンズは、ゴドウィン博の中から名付けられたとも言われている。そこにはかつてゴドウィンが領有していた島があったが、1097年に島は流されてしまったという。しかし、その島は1085年から1086年にかけて、編纂されたドゥームズデイブックには見られず、地理学上もその痕跡が見られない。グッドウィンとは英語の、 グッドフレンドをもじって危険な浅瀬を皮肉った名前であると考えられている。ありがとうございます。